お疲れちゃんです。ラットです。よいしょ。いらっしゃい。焼き鳥です。そして、はい、どうも、レンゴトです。よいしょ、はい、はい、というわけでね、19の台マンジいい感じやな。もう揃っとるわ。そうそうそう。ということでね、今日は3人でやっていくんですけど、さすがにね、昨日の動画がもうなんかちょっとひどすぎたというか、はい、もうね、本当にひどかったの一言なんで、今日はね、真面目系で、そう、ちゃんとしたやつをね、はい、取ろうっていうことで、まあ19の台、マンジ。デッキは何ですか？デッキはね、こちらでございますね。出たー！化石デッキ、化石デッキ。ガン、いやいや、古参じゃない、強いんだよ、使ってない時みんなが。とりあえずセパしとくだけ。そう、まあ、セパレートルーフですね。前の環境にもあったマジアチャだったり、まあ、プリンセスだったりだったんだけど、結局強いんよね。なんで今強いんですかって話。そうね、それな、なんで強いんですかって話は分かんない。だってクロスとかそれ勝てるの？クロス、いや、当たんなかったらいいよ。やっぱクロス使いとしてはやっぱそこら辺しっかり聞いとかんといかんから。でも別に勝てないことはないけど、まあしんどいよね。でも日本のクラスで言えばはじめ社長さんには勝てないよ、それは。けど、あんな世界のトップはほんのわずかしかいないから。じゃあ普通の焼き鳥ぐらいのクロス使いだったらボコボコにできるから。おお、行ったな。おお、行ったな。乗り場の弱体化でちょっとね、乗り場が減った。そうだね、そうだね、若干ウッドが増えてきた。まあ吹き矢も多くなったからね。そうさあ、でまあクロス狩りのロイとかをね、こういうので仕留めれるからいいよね。はい、そういうことだね。そういうことだね。ライトニングとか避けるしね。でもスターレベルさ、俺意外とまだ上げてないよね、この後々ね。多分戻れないから、君たち上げた人たち後悔するから。でも俺はもういいよ別に。俺もほら、ババコアとミラーともう一枚ぐらいしつけらしか上げてないもん。俺クロスしか上げてないよ。やっぱクロス愛は強いから。同じだったみんな。え、うん、少ししか上げてなかった、さては。いや、俺は全部じゃないけど、ジャイデッキ、あのジャイ君のやつあるじゃん、ジャイバスケ。あれ全部上げた。あれ完成した。うわ。じゃあれ取って。あれめっちゃ強いで。まだ使えよ、あの元祖デッキ。お前、化石デッキやからだ、仲間やから、これ。みんな化石使いやから、なんかこれね。クロスかも、化石やから。今最新やろ、もう。時代来とるやん。化石だよ。掘り出した誰か、みんな掘り出した。それな、化石を掘り出した誰かが。さあ、安牌ですね、サンコス。相手、許容ちゃんって人よ。可愛いな。よろしくお願いします。それ、気をつけた方がいい。許容されるで。たまたま、たま1個。いや、キングごと許容される。許容しすぎするわ。うわ、攻めますね。どうしたんですか？いや、もうね、相手のベビドラ出す予備ロイホグコウモリ。あ、でもこれがなんか相手は遅延系デッキですね。遅延系、スケラとかかな。いや、しんど、全然入らん。しかもベビーちゃんがなかなかだるいんですよね。さあ、キヨちゃんだけどしっかり守ってきますね。これ一回ね、ベビドラもターゲット受けちゃいます。受けて、はいはいはい、槍ゴブリンで処理していくスタイルですね。まあ、ポイズン。もうスキラーほぼ確定と言ってもいいのでは。本当に？ゴレ説もあるよね。ああ、そんな決めつけちゃうの？でも墓石も入っとったで。さすがにだね。わかんないね。ジン TV の墓石ゴレ。これな。これまた、苦しい苦しい苦しい。やばい、やっちゃった。これはやっちゃったね。やっちゃった。おお、でも相手もやっちゃった。許容戦でやっぱ全然許容戦。フェイクだった、フェイク。名前はフェイク。でもね、俺は見た今。君は今、あれを使ったぞ。単体見ればさすがにシャシャリかな。それはシャシャリやね。テンゴットになっちゃうか。うん、それはテンゴット。ブスとか言われて。今ブスって言われた、ね。俺なんか悪いことしたっけ。なんでブスって言われた俺。これで墓石。これでも本当に？いや、やったくね、それは本当に？うん、危ないよね、普通に。さてはやったくね。あー、さてはやったくね。でもこれめちゃくちゃ入るんよね、実は。痛い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 、やめて。やばくね、やばくね、やべやべ。さてはラットやばくね。あのミニペアシャシャったな。そう。ミニペアまだ良かったけど、ウッドを使ったのはシャシャリ。あ、マジ？うん、だってスキラーやもん、相手。いや、回るかなって思った。打たないとミニペア隠さない。そう、腐らせときゃいいんだよ。なんで怒っとん？ミニ
ペックは何が分かるんだよ。ミニペックはめちゃくちゃ分かってるつもりで何のデッキにもミニペ入れとるで俺。パンしよう。え、負けたくね。え、ああ、あれ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 、ラトさん、あれラトさん、あれラトセンス、あれセンス、あれれ、やっぱそれ化石なんじゃね。化石だったから。化石だったから早く発掘しすぎたんじゃない。ちょっともうちょっと埋めとくべきだったから。もうちょいもうちょい待つべきだったね。かもしれないかな。これは相手が悪いな。それな、運が悪いわ。だって運だもん。まあまあまあ、確かに言ったらね。確かにな。よし、リベンジだな。いや大丈夫、今のはあれマジアチュだったら強いんだけどね。そうなんだけどな、もうマジアチュなんかめっちゃんこ遅い。やばい、あ、やばいよな。うん、使っとる人全然おらんぐらいで。戻ってね、ハイスピード。今だってテスラと戦わせたら一瞬でやられるもん、あいつ。え、まだ撃たんの。やばいよな、テスラの衝撃が速くなったから。やばいよな、あのマジアチュの加法はしすぎだな。俺も結構使ってたから。あ、来て、言えばやん、言えばやん。あのね、クロスしんどいの。え、でも大丈夫って言ってなかっただけ、焼き鳥ぐらいのクロスならって言ったらもう。いや、この相手うまいから、はじめ社長レベル。そう、この相手はじめ社長レベルだから。バンバンいるやんけ、はじめ社長レベル。そうなったの。言っていて、このアーチャーがさ100ぐらい持ってくよな、うん、いや130、そんな持ってた。120ぐらい。もう前2発空いてたんだよ。あー、ぶっ壊れやんけ。トーナメントレベルでもセパするだけで200ぐらい削ってたから、ね、やばいよな、やばいよな、普通にやばいよな。ちょっとさ、なんかアイスの感覚とかさ遅れてさ、アーチャー入ってさ、え、こんな入るって。これもうウッド、あー、アーチャーが入るレベルならいいけどさ、あ、やばくね。いい、やばくない、大丈夫。これやりこぶりたちが働くから、俺のやりこぶり働け。 OK、 もう完璧。ああ、もう防衛が完璧。そう、もう3コスになれ。3コスはいいの。3コスなんかケチってたら何もできねえよ。でも待って、ハイスピでしょ、うん、ハイボでしょ。あれ、ロイク通って飛んなくね。おや、おや、おや、あれ、ガンメタ駅よ、ふざけんなよ。マジガンメタ駅、ね、やっぱ化石なんじゃない、もう化石と思うやん。ほら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 、あー、相手困ってる困ってる困ってる。あーあー、うん、相手はスキューの枠をファイスピに変えて、そうだからミニペッカがしんどいの。だからクロスはミニペで防衛してステパロイで OK。 確かにそうだね、逆対して出た出たよ出たよ、セパレート。とりあえずセパレートしていけばいいですよね、アーチャー。あれが勝手に攻撃と守りになるからね。あのアーチャーずるいんだよな。スキー歩くね。今いた？いたよ今。おい、焼き鳥すぐ嘘つくよ。アイスピ、アイスピじゃん。これは聞いたよね。あ、アイスピがいないんか。これ出たよ。これ右側クロス来るで。それやばくね。さては出るけど。知ってても止められないやつやね、これ。あ、止められるんだよ、ボケ。やめられない、止まらない。か。俺やんけ、普通、普通に俺やん。うん、やべね。ラセンス。すぐ嘘つくやん。俺は確認したよ。え、めちゃくいい試合しとるやんけ、ただただ。スキューの場所をパイスピに変えたのって。え、どうした？大丈夫？気まずい。え、気まずい、気まずい。いや、俺のここでも気まずくすんじゃねえ。さあ、あの動画の悲劇が繰り返される。からの？お、いいね。セパレート？あ、でもテスラもファイスピもあるやん。いやー、やばくね。テスラファイスピファイボって。いや、これでもな、相手あれ使ったんだよ。使ったけど何？あの外役アラームが鳴るとこだと。うるさいよ、聞くだけでも。ふぅー、つらい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 。違うんだよ。あーちゃーちゃん、ファイスピじゃない、ファイスピって。ふざけんなよ。ははふざけんな、ふざけんな。お、やばい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 、つれ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 、こんなにつら勝負、つれ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 、いや、あいこれで言うてつれ、つれ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 、つら勝負。これはかなりアドを取られてる。いや、俺にエリアとか関係ないから。あ、やばい、もう構えとる構えとる。あー、ふざけんなよお前。やばいやばいやばい、あ、もうこれはこれはしんどい。ふざけんなよ。打たれる。いや、この人ファイブ打たないし。やばい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 よ、やばいよ。苦しい、苦しい。お、
うん、よいしょー、セーフ、セーフ、セーフ、防戦一方やん。真ん中は惜しいな。真ん中はただただ惜しい。これもうここにファイアスピ、よいしょー。あ、いいよ。これちょっと相手やったな。うん、あ、アイゴリ削りギター。できた、アイゴリ削り、地味に削るんやな、これが。ちょ、待てよ。化石デッキやん、これ。気づいた。あのね、これなんでこんな。お前弱くねみたいなデッキ使ってるかっていうと、あのテンゴッドがさっき動画撮ってたんですけど、うん、ロケットやしこいつ、やば、終わったくね。テンゴッドがね、あのこのデッキに負けてたんですよ。だから、それは墓石ナイスキャラだったからで、ね、負けてたから、あれ強くねと思って今使ってるわけなんです、はい、誰が悪い、納豆が悪くね、テンゴッドやね、ね、天狗とやね。待って、でも相手しちゃった、ワンチャンある。これは？ああ、ファイスピが出てこねえ。終わった。いや、まだウィンペッカ。いや、ワンチャン、フチレ、フチレ、フチレ、お前。でもスキルとも入れたい。お前ならフチレる。いけ。いや、ワンチャンフチル、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 フチル。あれくれ？まだスキル隠してるで相手。オーケー、やろ。終わったくせ。あ、許容されて。ああ。え？これに負けたの？化石デッキ。こんな化石デッキに負けたの？君。ニューテロフきついで俺の。テンゴッツが。ニューテロフきついで。え？あれ？これ？あれ？でも気のせいだ今までは。気のせい。気のせいだ。夢見てた。今起きた。今起きた。さっき寝てた。寝てたからわかんねえ俺。それだいぶやばいけどね。そう。だいぶやばいけど。今何時だ？今ね、昼の2時20分、2時半、草腹減ったんやけど、あいつ初手ポイズンしてきたよ。お、やばい、それ煽りやで、目覚めてきた、煽られとるで、そうね、寝てんじゃねえのか、そうよ、カリあ、やばい、橋の前アイゴルミニペでさ倒落ちるみたいなのがあるよな。よし、完璧、これが完璧。オッケー、ミニペフチった。オッケー、なんだいて、トルネメガゴのポイズン。あ、やば、なにこれ、ギガポイやね。あー、そうかな、なんだろう。よくわかんないな、なんでも正直なんでもいいよな。いや、これだとちょっとな、このデッキこれしんどいからやめてほしいな。しんどいデッキしかねえな。だから化石なんだ。ゴレやないかい。俺さては、なにこれ、ミニペちゃんをどこまで行かせるかやな。陸が多いデッキか、君は。これ逆サイは言うのでヒョンって処理されて、トモヤンこのギャングで止めるから、おーあ、溶けんなよ、もうちょいしっかり処理されたもうちょい頑張るよ。いいよ、まだいける、まだいける。言うてここもなかなかめんどくさいよな。お、でもプリンセス優秀、防衛がうまいですね、それに限りますな。あれさっき2敗しなかった。おやおや、それ触れたらダメやね。でもこれはまあまあ相性は。相手初手ポイズンしてたからな。うん、4アド取ってるから、ね。いきなり4アドスタートやから。賞味アドは関係ねえやな、でもクラロは。え、いや大事だったわ。もう発言が適当になってない。やばい。逆サイ攻め。これ割と刺されそうじゃね、邪魔だよ。あー、いいファイボ、あー、いいファイボ。このランバーはもう無視。オッケーよ。いでー、4コス、4コス、4コス、中央ちゃんと。そう。だから光栄が困るよね。ベビドラがメコになるからね。ベビドラが厄介やな、それ処理するの。だいたいポイズンだからもうミニペックを拾うとかでいいんだよね。お。お。おしゃれ。おら、このプリンちゃん延命しつつ攻める。やば。まあでもこれでベビドラ逆サイに使わせたらね、防衛楽になるからね。あ、プリンセスか。あー、ユーノが残った。これベビドラにターゲットがいってユーノ無双が始まるやつや。めっちゃ動くやん、あのユーノ。おー、ユーノ働きすぎやね。ちょっと待ってくれるかな、君。いい防衛。いや、言うていけそうやな。何言うてって。余裕。舐めてんのかな、トサンは。それな、ごめん、やばいやばいやばい、2敗してたからつい、おお、どこの煽りや。5敗まで全部生きろ、いっとくね、やばい、ええ、いや、いっとくね、いや
あ、耐えるか。あ、出た。ヒギファイボ削りいきまーす。いやでも言う、ここで、いや、コストがない。出た。サビユニット攻め。やばい。逆サイランバー。やばい。さて、うまい。エリシオープだな。よいしょ。あ、間に合った。GG ですね。ファイボが292だ。ウッドが120。ってことでね。完璧や。ごちそうさまです。でも待ってね。一生に早いで。いや、お前今起きたから一生でやれ。え、一生で動画終わっていいん？ダメだ、もう一戦いかないといけない。え、3勝する？3勝しないと。いや、2勝でいいよ。さあ。ってわけでね。起きた。今日はみんな結構行くな。ラストだね、ラスト。いや、勝ってね、終わりたい。じゃマルチだとしんどいっていう説もない？いや、あの、わかる？フレバトなら強いみたいなあるやん。フレバト専用、これはフレバトなら使えるよみたいな、あるでしょ。それえ、じゃあ何、これグラチャレならいけるみたいな。いや、それはわかんないけど、言ってないから俺。それマルチ来た、マルチ。口パイセンだ。今さっき帰ったばっかだけどね、もしいたら怒られとるじゃん、これ。さっきいたんだけどね、口パイセン。もう帰っちゃいましたね。帰っちゃった。洗濯物しまわなきゃって言って帰っちゃいましたね。やばくない？メガナイトホグ出たー。これも多いやつっすね。あとファルチェ、ファルチェインドラやばいな。よくわかんないデッキやな。それでもこれはロイホグ刺さんね。ちょっとね、そのロイホグのしんどいのがあれなんですよ。メガナイトしんどいんですよね、本当に。ギャップだからな、それ。やばいやばい。なるべくギャングで抑えたいね。ごめんなさい。でも逆に攻めでギャングが通るっていう。はい。でもファルチェティー使ったらロイフ。いや、なんか出すでしょ。OK。お、いいタイミング。メガナイト間に合わない。あ。え、何それ。いや、あのプリンセス延命したいなと思って。あ、でも見て。相手のミリペも可愛いな。よいしょ。これはまあ打っただけでいいかな。ミリペの使い方がかわいそうやわ、お互い。突進を消す。ただ再びの突進で。まあ、でもプリンちゃんで、これギャングで、このカウンターでロイフグつけたらメガナイティーや来ちゃうんだよな。いや、でもザップ使ったな。お前コストないでしょ。マジ本当に？おん。おー、ファイボーできた。ファイボーで。おい、あ、でもコンボに入ってる、コンボに入ってる。そうなんだよな、このコンボに入ってる。うるせえ、うるせえ、うるせえ。アラーム。うるせえから、そのアラーム、本当に。昼の3時でアラームだから。この時間に起きる予定だったのか。これもね、ギャングプラスの売ってたぶん完封できちゃうんだよな。あと、毎回ザップとか。これね、もう、あー、ターゲット。でも逆にいいみたいな。まあ、これね、攻めまくっとけば相手は。使った目がないと。終わった。よし、これ、あ、これ、あの、これね、テイゴット持ってないよね。こっち、これ。持ってないよね、テイゴット。それは持ってるな。これ。ね、ごめんな。なんで世界大会見てなかったの、テイゴット。それな、見てなかったってこと、何しようと。あんなすごい試合見てなかった。見てたんだけど。携帯没収されてたんだ。ああ、没収されたんだ。テスト期間なのになんかね、そういう感じ。出てたね、出てたね、出てたね、出てたね。そうそう、可愛いですね。はい、てなわけでね、ちょっと長くなっちまったけどな、しゃあないな。ちゃんとしたやつだから今日は。そうだね、惜しかったな。そう。ね。まあでも。まあ安定して強いんじゃないの。そう、化石デッキなんだけど、結局化石デッキでもね、もう強いのは強いから、そう、大丈夫です。大丈夫、大丈夫、大丈夫。はい、ぜひね、使ってください。ラットさんを信じてね。そうです。これで連敗した時はラットさんにぜひコメント欄でね、クレームをふざけんじゃねえよってお願いします。ふざけんじゃねえ、弱えじゃねえか、化石じゃねえか、やめてください。はい、はい、というわけでね、今日はね、終わりにしたいと思います。で、点ごとだね、焼き鳥のチャンネルもね、こちらから、チャンネルリンク、こちら、はい、こちらから、実写じゃない、実写じゃない。貼っとくんでね、皆さんぜひ、あの、そちらの方のコラボ動画も上がりますので、ぜひ見て、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、では。
お疲れちゃんです。お疲れちゃんです。マイダリ。マイダリ。